山川海、森高チャンネルです。こんばんは。こんばんは。前回、はい、背筋も凍るような、はい、ゾッとする話、はい、怖い話、3つほど話させてもらったんですけど、はい、ちょっと思いのほか尺長くなってしまって、そうですね、思いのほか、うん、まあ一応3つってしてたんですけど、うん、まあこの森高チャンネル見ていただいている方っていうのは、うん、まあ円珠ヶ浜に興味がある方が多いんで、うん、ちょっとその円珠ヶ浜にまつわる怖い話というか、エピソードがあるんで、まあ、これ信憑性ない話なんで、うん、まあ話半分で聞いてもらったらいいと思うんですけど、うん、僕が小学校ぐらいの時、臨海学校って円珠ヶ浜であって、あ、はい、まあテントでキャンプしながら、その当時の、担任の先生かな、うん、教えてもらった話なんですけど、第二次世界大戦の時に、円珠ヶ浜周辺で、B-29 アメリカの戦闘機と日本の戦闘機がやり合って、はいはい、日本の戦闘機がその B-29 を追っ払ったみたいな話があって、あ、そうなんですか。そう。で、その追っ払った後に、その、円珠ヶ浜の松林に隠れてた、うん、住民の人が、うん、飛び出し機で、まあ、歓喜の感じで、嬉しくて。嬉しくて飛び出し機で、で、もう、飛び出し機でその辺にいた時に、まあ、日本の戦闘機は見なくなってたんですけど、B-29 が U ターンしてきて、なんかその人らを撃ち殺したみたいな。だから、その、円珠ヶ浜には、旧日本軍の幽霊が出るんや、みたいなこと言ってみんなビビらしに来たんですけど、いや、その、撃たれたん旧日本軍の兵じゃないや、みたいな僕、あって。ああ、そうですね。そう。一般市民が撃たれたんですか、ね、そう、なんか、辻褄が合ってなくて、もうあんま信憑してなくて、ただなんかこれに似た話っていうのは、円珠ヶ浜について、何人かから聞いたんで、うん、もしかしたら近いエピソードがあるかもしれないです。あ、それに尾ひれかなんかがいろいろついて。ついてとか、うん。ただなんかその円珠ヶ浜周辺を日本軍の、旧日本軍が、なんか交戦してるみたいな、ほんまに何人かから聞いたことある。あ、それ自体はじゃあほんまにあるかもしれない。ほんまにあるんかな。まあ自衛隊もあるしね。あ、そうですね。あそこ、うん。今考えたらそうなのかな。ちょっと詳しい方いれば、うんうん、まあただそういうの水辺なんで、ちょっと円珠ヶ浜の松林ちょっと不気味やな。まあお墓もあれですもんね。確かに出てもおかしくないような。そうっすよね、まあなんか怖がらせてすみませんって感じですけど、まあ一応ね僕自身まあ霊感ないんですけど、うん、まあ友達に一人霊感がいる子がいて、で、まあその子の、まあアドバイス、うん、釣りに行くときに、塩をポケットに入れておいて、まあティッシュに包んでたらでもいいんですけど、だから外にいると人の視線感じたりとか、うん、ちょっとなんか動物的に、なんか、たまに後ろがすごい気になる。そうそうそう、そういう時に自分に振りかけたりするのがいいみたいで、で、まあ念のため家帰る前にかけたりとかも全然いいらしいんですけど、うん、まあそれいいから、まあなんかすぐできそうだし、うんうんうん、まあ譲り行くときは僕も一応ポケットに、あ、あるんですか、ね、塩持ってます。あともう一つ、その、釣り、夜釣りとか行って、うん、その家に連れて帰ってしまう場合っていうのは結構あるらしくって、ね、そうそうそう、それがなんか良くないみたいで、帰る前に夜釣りとか行かれた際、うん、コンビニとか、その人気のある明るいところに行くと、うん、そこで離れるらしいんで、もうまあ一人で、鈴木釣り行ったりとか、まあ、高知行ったりとかするときに、うん、まあ、家戻ったりなんかするときは、うん、一応コンビニで買ってます。やっぱちょっと怖いですね。うん、まあ、その子は、その、霊感があるって話したんで、僕が霊感がないからあんまわからないんですけど、一回ちょっと怖かったのが、うん、二人で琵琶湖釣り行ったときに、うん、まあ、その子なんか疲れて寝てて、うん、まあ、僕はそのポイントを移動しながら、釣りしてたんですけど、一つのポイントついたときに、寝てた友達をバーンって受け上がってきて、ここはダメって言って、そのまま寝て。寝て寝て、そのまま、寝てそのまま、それだけ言って。マジっすか、怖すぎるやん。なんか反射みたいな、そう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 、そういうのもあるから、まあなきにしも霊感というものは、そういうのがあるみたいなので、はい、皆さん気をつけてください。はい、というわけで、はい、まあ、ちょっとさ前回の動画に入りにくかった、そうですね、これ自身は体験談とか聞いた話なんで、うん、信憑性はないかもしれないですけど、一応円珠ヶ浜にまつわる話ということで、ああそうですね、お話しさせていただきました。キャンプ行ったら次夜トイレ行くと怖いですね、これは怖いな、うん、そういうことよ。はい。はい、というわけで、はい、ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。